吉田さん、私はね、いじっぱりで見えっぱりでございます。まあ言ってみれば、その、いじっぱりで見えっぱり、負けず嫌いが私を、どんな時もね、奮い立たせてくれてると言ってもいいでしょう。あの、何かに負けることとか、なんか退くことって、私どうしてもね、それはね、できないなっていうかね、なるべくしたくないなと思うんですよ。くじけたくないっていうかね、どんな時でも、どんなつまらないことでも、 いや、こんなことに負けてられるかって思うんですよね。で、その気持ちの一つが見えなんですよ。あの、私はね、ブラックカードを40代のうちに持ちたいという思っていて、あとタイムリミット1年なんですよ。いや、今年中にインビテーション来ないかなと思ってるんですよ。うん、もちろん私の言うブラックカードってのは、この JCB のね、今、プラチナブラックを使ってるんですけども、これのザ・クラスっていうブラックカード。 これはねインンビテーショししかないらしいらんですよ私の手の届くブラックカードってのはもうここまでなんですよねあとアメックスのブラックカードはもう日本で5,000人しかいないのでこれは無理ですこれはもう最初から私の射程距離にはないんですよ身の丈を考えてねこれはないなと思いますただ年間5万円の JCB ザ・クラスこれがまあブラックというんですけどねこれは持てなくもないなと思ってるんですよ もちろんね、人によってはね、その JCB のザ・クラスがブラックだなんだそりゃみたいに思う人がいますけども、これね、ブラックを持ってる人に言われるなら、まだしも、そうじゃない人に言われるんだったらもうどうってことないです。あとね、私の見えっていうのは、このカードに関しましては、持ちたいということなんですよ。で、今となっては私はね、そのカードを持ってどっか飲みに行って見せびらかしてとか誰かに怒ってっての全くないんですよ。今でも、この、 ね、JCB のザ・クラスカードをはじめとする私のねプラチナカードっていうのを使うところっていうのは本当に限られていて近所のスーパーとかドラッグストアですからねそういうところで見せ場らかすも何もないんですよただ自分として40代のうちにモテないかなとどこまで挑戦できるかな負けてられないなっていうそういう気持ちですよねで今私の家の駐車場には車がねまあ4台停まってます、まあ、これも近所の人から見ると <laughs> 妙なもんだと思いますよ で戦車をね一日に2台したり3台したりとかしてるわけですよこれも言ってみればまあ見えなんですよねまあくだらない見えかもしれませんけども私はなんとなくこれで何かをやってきたなと思うわけなんですよだからほっといてください <laughs> <laughs> でも吉田さんあの結局男ってその見えを張るっていうかね例えば多くの人を従えている財前教授の爽快心みたいなところに威厳を感じたり あと、チームをまとめてるリーダーね。一人のリーダーでもいいわけですよ。誰かを従えてるってこと。誰かに尊重されてるってこと。誰かにすごいねと思われてることっていうのは、少なくとも人生の中で、男としてはね、群れの長でいるっていう経験はしたいはずなんですよ。だから、くだらないことで喧嘩をして、格付けをしてね、番長とかになりたがるわけですよ。まあ、最近はそういうのないと思いますけども。うん、こいつには負けられないなとかね。 自分の方が勝てるはずだと思って競争するし独立するしでかい家に住みたいしおごりたいしうんで少々のね逆風にはくじけずにまあ平気の平座で振る舞っていたいわけですよね財布の中をパンパンにしてみたりとかねお酒が強いって言われたらなんかいい気になってみたりとか本当見えの塊なんで男はかもりやすいわけですよ 女の人もね男を攻略しようと思ったら簡単ですよ。すごいですねってずっと言ってきゃいいんですよね。うん。まあ、だからね、あの中には戦闘力のないっていうかね、見えっぱりに意味を感じない男性もいますけども、まあ、まあ、見え張りはかもられますね。かもられるからさらに稼ぎます。かもられてもへっちゃれでいるためにさらに稼ぎます。で、稼ぐためには多くの人の気持ちを受け止めて、その人たちにいろんなね、えー、サービスを提供して、 いろんなことに気づかないといけないし、気配りもできないといけない。そういうふうな細やかさが、うん、稼ぐにつながってると思いますし、この人は何に困ってるのかなと、この人は何をやってほしいのかなってことが、あの気づけるからこそ、組織をまとめれるんだと思いますしね。だから見えっぱりって、結局はすごい優しさなんじゃないかなと思うんですよ。もう見えも張らなくていいと。ね。自分はもう負けてもいいよ。そんな関係ないよ。って感じたときに、 その人は男としてどのくらいまで魅力を保っていられるんだろうかというふうにも思いますね。まあ必ずしもだからあの人の上に立つことだけま人の魅いじゃないと思いますけどね。で耳を張らないんだったら一体何が残るのかなというふうにも思うわけですよ。で私はねやっぱり自分を信じてくれる人とか自分の即果塾という旗のもとに集まってくれた人のために私から何か勝負を退くことかね私からね あの、弱気なことを言うとかね、元気なくすとかね、そういうのはもう考えられないですね。もう本当にこの自分の姿を貫いて久保哲郎を演じきるためだったら、もう命なんて惜しくないですね。むしろね、何かのために命をかけれる、そんな自分でいつもいたいかなというのが今回のスローガンですね。まあ、あの、これ何回も私言うんですけども、やっぱりね、男として生きてきて、私の勝手な価値観ですけども、あ、この人のためにだったら、 あの命を捧げれるなっていう風に思えるぐらいうーんまあなんかね熱望するものがあるっていうのはなんかそう幸せだなと思うんですよねうん誰のために何をやっても自分の命の方が惜しいなっていう感覚もまあ認められなくはないですけども結局人はいつか死ぬんですよね私はね病気とかねそれから 老衰、ね、とか年を取って死ぬとかあと事故とかこんなな死に方したくないですねまあこの死に方をくだらないというふうな格付けをするとそういうことで死んだ人をね貶としめることになるんでそこまで言いませんけども私が死を選べるとしたらあの誰かね好きな人のためとかね家族のために死んでいったっていうその最終的な事実だけが勲章ですね。 まあそんなことはこの平時に起こらない、起こらないと思いますけども、その一つが、家族を守るために、我が子のために稼ぎまくって、その稼ぎの途中、途上で死ぬってことですか、そのぐらいかなと思いますよね。まあ、この辺は、だからねあの、物の不精神というか、侍精神を持っていきたいなと思います。まあ、武士っていうのは、自分のね、君主のために、あのいざ鎌倉いじゃないですけどねあの、命をかけれるものだと思いますね。 誰ののたためにここ命使っていいうかな、な。み以前は顧客のために死ぬというそんな気持ちでしたけども隠居してからまあ大好きな女のために死ねるなとかね子供が生まれれば子供のためにも死ねるなみたいなねそんな腹のくり方それが私でございましたどうですかこの見栄っ張りはい <laughs> ってらっしゃい。